里庄町の中央公民館に開設された認知症カフェ、カフェさとちゃんです。今日のオープニングイベントには地域の高齢者ら25人が参加し、手作りの自己紹介カードを使って交流しました。はじめまして、よろしくお願いします。はい、あっちゃんです。はい、これぐらいの年のその生活どうしてるかというのがよくわかりますね。どんなところが楽しいですか？少々で集まってお話ができるけな、まあ、いずれ私たちも介護の方お世話になることがあると思うんで、まあ、何か勉強になればと思って。のりちゃん、わからないよ。認知症カフェは認知症の人や物忘れが気になる人、その家族をはじめ地域住民らが気軽に集い、悩みを相談し合ったり、つながりを深めたりできる場所です。カフェさとちゃんを運営するのは、町が実施した認知症サポーターの研修を受けた地域住民のグループチームさとしょうです。初回なので緊張されてるかと思うんですが、楽しんでくれてたと思います。住民同士がこう支え合っていくというイメージで、安心してみんながお話しできる場所っていうのを作っていきたいと考えています。認知症カフェ、カフェさとちゃんは毎月第3火曜日午後1時半からで、認知症予防のための音楽や運動、季節ごとの行事などが予定されています。